石川家の続ラジはこの番組は鳥取県米子市に住む結婚16年目のごく普通の夫婦気象予報士の私石川秀康とフリーアナウンサーの私田中ゆかりがお送りする「ふふっと笑える夫婦のラジオ」です。 インスタグラムと、X、はハッシュタグフフラジで私たちとつながりましょう夫婦や家族にまつわるあなたのお話もいっぱい聞かせてくださいね 1>, 1週間の締めくくり週末の夜をちょっと楽しくするラジオ夜10時までアラフィフ夫婦のゆるーいトークにお付き合いください。 お好み焼き論争の余波が止まりませんそのフレーズよく聞くな <laughs> なんかが止まらん論争のなんか論争が止まらんみたいな話、ね、今回は何ですか,、うん、え何ですか甘エビの頭を吸うか吸わないか論争に続いて、うんはい、お好み焼き論争が止まりません前回の放送で、はい、広島風お好み焼きが圧倒的有利だったんです、うん、<laughs> そうそう 票でしたねその時に届いたメールはね全て「私は私だけです」言ったら関西風のお好み焼きを押す人はこのメールの中ではね先週のメールの中ではねこれどういう論争なんですかこれはまずお好み焼きは大阪関西風か広島風かどっちが好きかああまあ家庭内でねはいまあゆかりさんは 大阪出身、はい、まあ私は島根出身で、はい、まあどちらかというと広島に近い方だっていうそうん、といったところでお好み焼きの話になったって、はい、いや当然私にしては、はい、私としては当然そり広島風がやっぱり好みだねって言ったら、はい、いやいやいやみたいな、うん、まあどっちも美味しいんですけど広島行ったら広島風食べてそれはめっちゃ美味しいんですけど どっちかって聞かれたら、うん、そりゃあ関西風です。そうなの混ぜて焼くです。あ全部混ぜて、あの、あ<ー>カチャカチャ言う音も好きです。もう、<ー>着メロにしたいぐらい好きですいや,いやおかしいでしょ。着メロって今、今時、え、何今時着メロって着メロでお好み焼き混ぜてる音したら、 もしもしいやな、出れられない、出られない、出られない。燃え弾むわ。いや、なんかだ、なんかなってなるじゃん。着ゃ、くでカチャ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 って。<laughs> 何何なん,なんか、なんか、なんか混ぜてる人がいるよるあ、電話や電話や。なるか。なるか、そんな。ルルルなるそれぐらい好きなんです、私は。関西風お好み焼きが。で、それで、ゼロ票やったんですよ、メールが。 先週ね。週あの、指示、指示メールがね。<う>大阪、大阪,指示は大阪指示ゼロ票でした。びっくりしました、私。で、で広島風を押す人結構来てたでしょでうん、来てたよ。はい、いやいや、そう、いや、そうかなとは思うよ。から巻き返します。<laughs> ラジオネーム、海斗さん。<laughs> はい、ありがとうございます。兵庫県姫路市から。おう いつも YouTube チャンネルから拝聴させていただいて。あありがとうございます。ありがとうございます。YouTube でも配信してますので。ちょっとだけ話が横道にそれますけれども、応援団長さんからもメールいただいてて、ぜひ YouTube の配信を希望する。ほうぜひ YouTube からも聞きたいっていうことだったんですが、してますしてますしてるんですありがとうございます。そうなんです、してるんです。ねえ、そうなんです、応援団長さん。検索してください。あの 石川ふふらじで、うん、はいラッテチャンネル b s s イン放送の公式 YouTube チャンネルでももうそろそろ甘えびって検索したら出てくるんじゃないでどんだけ上に行くねんそれ甘えび <laughs> 出てこない <laughs> 出てこないでしょで普通の甘えびの話が出ても甘えびの専門店みたいな石川家は漢字野 <laughs> はひらがなふふらじはカタカナで検索してみてくださいそんなラジオネーム海トさん YouTube から聞いていただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます <laughs> お好み焼き論争ですが、私は大阪風です。うん、お生地と、一票。そう。生地と具材をふんわり混ぜて、合わせてから焼いてもらうより、自分で焼くスタイルが作っている感じがあります。<ー>えちなみに、カイトさんが住む、姫路市、兵庫県姫路市は、はい、泥焼きという、ちょっと柔らかめの生地のお好み焼きが多いです。なんか聞いたことあるね。うん、うん。なんかあ、その、そのふんわりタイプそれ、姫路。姫路、泥焼き、<ー>なんか聞いたことありますね。あ,<ー>あと、 そして、島根県出雲市、<あ>島根ですよ。はい。ノルノルさん。はいあ、ありがとうございます。私はお好み焼き大阪派に一票。お どちらも好きなんですが広島風は作るのがちょっと難しくて、うん、時間がかかるイメージがあります、まあ、なかなか家で作るのもね、うん、まあまあ確かにねなんかテクニック必要な感じがするんですよね確かにうち、ん、ではまず元となる生地をたくさん作っておいて、うん、家族それぞれがチーズやキムチなど好きな具材を入れて混ぜて何種類も作っていますよ<ー>いいですねなるほどオリジナルでね好きき好きに好きな、うん いいよ。なんですか。いやいや、いいよ。ラジオネーム。豆腐さん。はい。久しぶりのメールです。メールはしていないけど、毎週聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。お好み焼き論争盛り上がっていますね。我が家はお好み焼きを焼くのは夫の役目になっています。ああ、でも、そういうのもあるかもね。私が焼くと、肉の置き方のバランスが悪いらしいので。ちなみに。 関西風ですあそうなんだ、うん、あれだいい今ところ全部関西じゃんそんな中ですがはい温泉小僧清さんから頂きました、はいはい、ありがとうございますお好み焼き論争ゆかりには申し訳ないですが、うん、私は広島風です一票入った広島にその昔広島に単身赴任をしていた時、うん、お昼ご飯でよく食べていました、うん ふふラジは二人の掛け合いが、夫婦漫才のようで、とても楽しいです。これも、これ<ー>も頑張ってください。入ったよ、一票。今日はね。<laughs> 今日は。歌う、中山町民さん。あ、まだある。はい、中立な立場で選ぶと、うん、広島風が最高です。ほら、来た。なぜか考えると、焼きそばが好きだからです。ああ、そうね、俺も好きなんよね、うん。広島風をぐちゃぐちゃにすると、うん、まんま、焼きそばですからね。<laughs> <laughs> でもそのね、あのー、焼きそばと生地とキャベツのこの三層がいいのよ。うん。すごい。スルーしてますっていうふうな。<laughs> びっくりするね。何の感情も入ってないふうやね。まあそれもわかりますけど。うん、阪神タイガースを応援する気候師さん。はい、ありがとうございます。え、今日のお昼ご飯ん、7月15日に送ってくださっています。はい。日南町の JR えー、庄山駅近くにある、うん、お好み焼き桜さ,さんでしたお。お、タイムリー。ここは、広島風のお好み焼き。そうなんだ。僕は、うどん派なので、麺は、うどんでいただきました。ええ、すごい。食べ応えあるね、うどんはね。ね美味しそうですね。ああ、いいじゃん。はい。そう続いて、はいえー、はい。え、はい。え、テクノロジーさんからいただきました。いっぱい来てるね、お好み焼き。ねえ。この方は、まあ、 前もって広島風が好きと、うん、あまあこの方は広島の方で<ー>島根出身ですけどね、はい、松江出身、はい、お好み焼き論争面白すぎ何回も聞いて大笑いしてしまいましたうそうですかそしてふふらじ相談室のふふっと一言で親父の味でええやんって笑い転げました先週分ね いつも楽しんでくださるテクノロジーさんなんですが、はい、広島でお好み焼きを食べると、入れる蕎麦<お>うどんのアレンジも楽しみですが。ああ、中身のね、うん、バリエーションが変わってくるわね、広がるわね。<で>うん、旬のもの、牡蠣などをトッピングできたり。いいじゃない。いかそしてイカ天は基本。あかイカ天。そうんイカ天か。 ソースもおたふくソース以外にもちょっと辛めのカープソースおー聞いたことある酸っぱい感じのせんなりソースなどソースもたくさん種類が出ているしお店によってソース会社が違ったりするのでそういう楽しみもありますお店に行って肉玉そばでと注文するとすーって感じになりますわかる何が入っているか肉玉玉なんだろう玉玉玉、ぎ玉玉子 おほら来たでそば人相肉ごそばへえ肉玉そばでへえ<ー>石川家で広島に来てお好み焼き食べ歩いてごせいや <laughs> <laughs> いや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 やみたいな感じ言ってるやスイやみたいな感じですけど、うん、ちょっと出雲弁入ってますね,、はい、ねええ えー、他にも、次郎町一人旅さんも、えー、広島の方は、うん、広島風お好み焼きって呼ばれるのが嫌なんだとか。今<ー>お好み焼きはお好み焼きです。いや、でも、一択です。だから、伝わらない可能性があるでしょうん。うん。そう、うんお。大阪は大阪風、関西風って言われても嫌じゃないのかな てか、普通にもうお好み焼き食べに行こうって言ったらもう関西風なんで、わざわざつけないですね。確かに。じゃあ何、何広島風を食べに行こうっていうことになったらあ広島風って言います。あ,あえて、もう今日はちょっと違う感じで広島風のお好み焼きここの店できたんやって、ここ広島風のお好み焼き大阪やけど食べられるんやってっていうような話があればつけます。<ー>でもお好み焼きって言ったら普通にお大阪風、関西風です。 ああ、あだから、つける、ないんだ。つけないんだ。はい。カチャカチャやるやつは。着メロにするだしなくていいよ。しなくていいよ、<ー>カチャカチャを。まあ、この番組、お好み焼きゆかりさんもフォローしてくださり、はい。全面バックアップしてくださっていることです。<laughs> いやいやいや<え>フォロー、とりあえずフォローだけだから。全面とかじゃないと思う。X のフォローしたということは、うん。もう、 心の底から応援していますってことですね。いや、その熱量はわかんないけど、とにかくまあフォローはしていただいたってことなんで。ありがとうございます。いや、もうありがたいです。また食べに行きます。ああ、そうです。ありがとうございます。はい、行きましょう。ゆかりちゃんパスポートを持っていきます。だからそれ何やねって話になるから、いきなり。サービスがね、いいんです。ゆかりという名前は。そうそう。ね、すごいね。名前でそんなサービスがもらえる。そう、なんかあるひろやすパスポートが。ないよ、そんなの。お好み焼きひろやす。 <laughs> ちょっと、ちょっと。いや、ちょっと、いや、ちょっと、いや、な、なにハンバーライやねいや、あるかもしれんよ、そんな。あ,あ、そうですか。うん。ひろやさんがやっているお好み焼き屋さん。ひろやす。お好み焼きひろやす。そう,そう,うん。ひろちゃん。ひろちゃんはありそうです <laughs> そうそう。ひろちゃんはいろんなスナックとかでもありそうです。めっちゃありそうじゃないですか。スナックひろちゃんいや、うん、ほら、あるかもしれない。ねお好み焼きひろちゃんあるかもしれないじゃん。 あったら、じゃあ、連れてってください。うん、何風化をね、こは <laughs>。風化を突き詰めますので。いや、突き詰めなくていい別に。あとね、やっぱり、あの、我々、食べ合わせ番組としては。<laughs> いやいや、夫婦のラジオだからね。あ、そうですか食べ合わせをそんな、あの、探求する番組ではないですけど。お好み焼き論争に続いて、はい、えー、歌う中山町民さん。はい。ブロッコリーには醤油マヨネーズですよね。 ごま油に塩昆布は邪道です <laughs> <laughs> あ何何が。何がいいのえっ、ー、と。ブロッコリーには醤油マヨネーズ。ーズあ、まあでも、こ、ま、れ、あ、はマヨネーズかな。混ぜないかな、やっぱ醤油も混ぜない。醤油混ぜないね。あそうですか。うん、いろんなね、あの来てるんですよ。だからブロッコリーにごま油、塩昆布で混ぜるっていうのは邪道らしい。ああ、ちょっと変わってくるパケットね。あとね。 松江市のあゆえおさん。はい、食の話題が多いふふらじに、うん、醤油どっち論争を立ち上げます。<laughs> お刺身につける醤油はどっちい<う>雲もでは主流な、はいはい、ドロッと甘い醤油、または普通の醤油。うん、関東や関西から来られる方々は、うん、いつもの刺身醤油に驚かれます。ふふらじではどちらを主流にしますかうん。 これね、私も大阪から松江に突いで思いました。みんな、たまり醤油好きね。あ、大好き。そう。ねいや、っていうか、もうたまり醤油が、うん、もう醤油ですよ。うん醤油といえばたまり醤油です。ほんで、めっちゃお刺身に醤油つける、ね。いや、むっちゃつける。むっちゃつける。むっちゃつける。で、いや、これは、本当に個人的な、はい、えー、 お,おばあちゃん、いや、おばあちゃん。うん、広安からのおばあちゃん。の、個人的な意見ですけど、消毒やって言いました。<laughs> びっくりしました。いや、場所を言うね、うちの子は。つけなさいって言って、うん。つけなきゃいけない、ね、はい。うん、いや、私そんなに、あの、つけないんですよ。いや、えー、そうなのはい。私そんな両面とかつけないです。えー、もう片面の半分でいいです。えー、マジではい。もうそんな、両、私も、 どんだけ醤油消費すんねやろうと思います。いや、醤油はむ、いや、石川県に。両面でしょ。はあ、よい,よいよ。ゆゆゆ。で、ぶりとかさ、あの、結構油がね、乗ってたりするじゃない。はい、ええ、だからえ、片方だけだと、もう弾いちゃって、うん、なかなか、あの、思った以上につかない時があるのよ。ああ、油で。 油で弾くあが弾く、弾く、弾く。そんななんか若い肌はシャワー弾くみたいな感じで。いやいや。ぶり。わ弾くよ。醤油弾くよ。弾く、弾く、弾く。いや、ちょっとわかるけど、そんなにそうそう。だから普通の、だからさら、だから、さらっとした醤油だとより弾くのよ。あれって。あだから、さ、あの、三位の醤油のその、刺身醤油は、結構し、ね、ドロッとしてるから、ドロッとしてます。月がいいのよ。 ああ、確かに。でも、それでも弾いちゃうから、しっかり、もっとしっかりつけて、ちゃんともう、コートを、ベール、ベールに、コーティングして食べるのがめちゃくちゃうまいのよ。あんなんね、食リポで取られてたらね、何食べ、海苔食べてんのかなみたいになるぐらい、黒いです。いや、黒いよ。いやいや、刺身食べてんねんから、魚の色をちょっと見せつつ、見つつ食べた方がいい。いやいや、いラいラ、いや、だってそんな、 逆に、ちょっと、つけ、醤油つけてないのって話になるやん。いや、それはね、ちょっと魚に、ちょっと失礼ちゃう。いや、そんなのさ、醤油に失礼やで、そんな。いやいや、醤油は、醤油つけへん言うてんじゃん。醤油は片面でええ言うてんいや、両面つけへいや、両面もつけつけすぎやで。いやいや、そんなことないって。あれぐらいがちょうどいいのよ、両面つけるのが。皆さん、どうでしょうか。いや、どうでしょうょう醤油は、 え、まず、たまり醤油派かどうか。ああ。ま、たまり醤油は好きですよ。あ、よかった。お刺身醤油。かった。それは全然ありなんですけど、つけすぎちゃうそう。ギャロップの使い方、ハゲすぎちゃうと同じぐらい、つけすぎちゃうって、もいつも石川家の、あの、お刺身食べる場でいつも思うんですけど。本当につけんな醤油。いや、逆逆。全然つけへんなえ 大丈夫大丈夫です。全然大丈夫です。そう、いや、ショックだな。いや,いや、でも、でも、一つ安心なのは、はい、もう、たまり醤油も受け入れてくれるのが、ちょっと、まあまあ、一つ安心だけど、<お>もっと受け入れてほしい。いやー、その、ダイレクトに。だししあの、たまり醤油を、うん、うちの母は、うん、そうめんつゆ。 麺つゆ作る時に使うんですよ。したら深い甘みも出てめっちゃ美味しいそうめんつゆが出来上がるんですけど直で使う時にっていうのはそんなにあったらもう何本あっても足りへんでいやいやいやもう買ってください <laughs> サブスクですよいやいやサブスクつ常に,うにもうちょっと魚のそ,そのものの素材の味も楽しもうぜいや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 楽しめるってそれは。 楽しめる、楽しむ、全然楽しめるから。真っ黒よ。うんいいよ、それぐらいで。いやいいよ。あれはなんか、ひじきまみれみたいな。そんなことないわ。すごいぐらい黒いやいやいや、いいよ。あれぐらいがいいのよ。ご飯とかにも合うし、お酒にも合うし、いいのよ。あ、日本酒でキュッて飲んで。刺身食べ、刺身食べて、日本酒。おっけすぎちゃうあ、そう。と思います。醤油論争が勃発しました。 記念日です。いや、記念日違うわ。7月19日。19日。どんな記念日やねはい。そして、おぉ吉報があります。吉報、ここで。ふふらじのサポーター、焼きそばかおるさんが。いや、ちょっと肩書きおかしくないえ、と思ってますけど。いやいや、まあまあそうですけど。応援していただいてる。いやいや、応援していただいてるかもね。聞いてくださってる。聞いてくださってる。なんと、JA グループの雑誌、家の光のコラムに書いてくださったんです。お嬉しい。 ラジオつまみ食いという、あの、連載のコラムをされているんですけれども、そこで8月号に、この石川家の夫婦ラジのことを書いてくださいました。嬉しいいや、家の光ってね、有名な雑誌よ。ねすごく。夫婦のいつもの会話にハマる人続出ええやというタイトルでね、書いてくださっているんですよ。ちょっ と、これが嬉しすぎて、もうこの番組のことよく聞いてくださっているんだろうなという。わかるような内容です。楽しみ。もうちょっと読んでみます。またね。はい。またお願いします。もう、もう発売されてるんですか、これは。あ、そうですね。8月号に。はい、ありがとうございます。八月号に載ってるんですね。もうね、発売されてる8月号に載ってるということなんですね。はい、そうです。嬉しいじゃない。ね。こうやってね、取り上げていただいて。本当に、で、焼きそばかおりさん。 いつか自宅のリビングから放送してほしいものですよっしゃやりましょう、ね、ちょっとこれ実現させたいですねやりましょう焼きそばかおりさん直接私たちにも言ってくださいましたねああそうですね BSS 祭りにお越しの時に、はいはい、3月ねはい,はいこれはいつか実現しないといけないそうですねやりましょうはいありがとうございます、はい、ありがとうございます あなたのお悩みをズバッと解決フフラジ相談室,ラジ相談室このコーナーは結婚16年目、ごく普通の夫婦生活を送ってきた私たちがあなたのお悩み、相談、愚痴などを一緒に考え解決していきます。はい。このコーナーね、たくさんの方を送っていただいていまして、はいはい、あの、以前に相談、答えさせていただいた方から、うん、メールが来ています。お 山あり谷ありさん、はい、え昨日素敵なプレゼント、うん、仲睦まじいツーショットステッカーやサイン入りメッセージ、うん、タイムテーブルが届きましたありがとうございます、はい、大切にしますえそしておとんさんは、はいえー、松江氏からです、はい、ふふらじ相談室お答えありがとうございます、はいはい、おとんさんは食事担当

ピーコママさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いつも楽しく聞いています。ふふらじ相談室に送ります。うん、といただいています、うんえ。夏休みが近づいてきました。うちも子供が3人いるんです。ほうほう3歳から9歳までの子供たちがいます。はあ、夏休みは小学校などがお休み。ずっと子供たちが家にいるのが今から楽しみでもあるんですが、うん 憂鬱でもあります。子供たちと楽しく、イライラせず、子供たちに怒ることなく過ごすにはどうすればよいのでしょうかなるほど。わかる。あ、でもこれはね、わかりますね。うん。いや、ね、子供たちの、にとってはもうものすごく楽しみな夏休み。ねですけれども、親にとっては、朝ごはん食べさせて、で、その後、しま。 宿題とかさせて、うん、つすぐに昼ご飯、うん、そしたらすぐに晩ご飯<ー>ずっとご飯作っている。<ー>昼ご飯あるかないかの違いなんですけれども。で、子供たちがい,、ね、いない,学校,がい学校に行っている時間は、ちょっと掃除したりだとか、仕事に出かけたりだとか、いろんな自分の時間を過ごせますが、そうはいかないという夏休み。ああ、なるほどね。親御さんにとってはね。いや、だからこれね、やっぱ、ね、こう持つと、 ねえ、ちょっと、あこんな大変なんだなっていうのがね、うん、ちょっとわか、ね、分かりますね。分かりますね。うん。ずっと一緒っていうのがね、ことなんですけどね。そうそうそう。あの、夏はね、水遊びがいいですよ。お、何アドバイス、はい、まず、うん、まず。水遊びは、あの、私たち、のマンションに住んでますけれども、うん、まあ、ベランダにあの子供たちがちっちゃい時は、ビニールプールを置ける範囲のものを置いて。買ったなぁ。ね 買い,ましたいくつか買いましたね、い,いくつかってか、うん、そうそう、何回かね、2個、置くほどの場所ないですけど、1>, うん、1つを、こうなんか、子どもの成長に合わせて、うん、どんどん大きくなったな、そうそうそう,そう、まあ、絶対に目は離さないんですけれども、うん、ベランダでのちょっとしたビニールプールの水遊び。あったな、どんどん大きくなって、最終的にはなんか、ちょっとした滑り台までついてたもんね。ついてました。 なんだったら、家の部屋の中にある滑り台とちょっと合体させてみたいなああ。やったな。ありました。楽しかったんですよ。確かにね、あの、プールはね、あの、時間が持つよね。はい。そうなんです。そして、疲れてくれるんです。水遊び、水ね、遊遊んだ感が出るよね、子供たち。昼寝してくれるんです。ああ、そうね。ということで、すごく水遊び。まあ、家の中だけじゃなくって、 あの、近くのプール。ああ、プールも行く屋内プールもあります。いずものピーコママさん、出雲市ですから。ああ。ええプールあるやん。うらやましい。ゆうプラザー。大好きです、うちの子。ねそういうところに行くのもよし。なんですけれども。まあ、いろいろ大変ですね。うん。だから毎日でプールにも行けないから、やっぱり家のプールとかで遊んだりね。まあ、暑いしね、外はね。うん。そういった感じでね。そう。うん、時間を。 有効に使うてねうね。で、子供はもう我が子は可愛いに決まってるんですけれども、もうずっといたら、イライラもせざるを得ない。うん、怒らないといけない時が来るとか、うんうん、もうイラ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 ってしたら、うん、もうちょっと自分も、なんか、こんな風にしなければよかったとか、子供が寝てから、ちょっと後悔したりなんか、うん、ああ振り返るとね。ちょっと怒りすぎたかな。うん、そうそう,そう、うん。まあ今までもね、ゆかりさんあるもんね、ううねめちゃめちゃあります。うん、はい。まあそんな時におすすめの、ちょっと考え方ね。 あなるほどこれこれでいいんじゃないですかね。あもう出ますかはいもう出ました。出ますか、はい、では参りましょう。これ突然出てきた何このカウントダウン方式ちょっと説明を。まあ、ちょっとね,ね子育ての話になると聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんけれども<う>これとこれ言うとねうあのちょっとイライラした時に。おう ちょっとカウントダウンしてみよう。3、2、1って、それと落ち着くとか。ああ、はいはい。じゃないんです。これはカウントダウンというのは、子供と自分が一緒にいられる日にちは、どんどん減っていっているということです。あ、そっちのカウントダウン、ね。一刻と。それのカウントダウンです。ああ<ー>、なるほど。残りの日にちを考えてみる。<ー>ね、あの、例えば18歳とか、高校卒業したタイミングとか、そのあたりで、すだつ。 子供が育つと思ったら、あと何年一緒にいられるんだろうっていうふうに考えられる。<う>考えるんですだからうちの長女もあと3年。そうなんですよ。だからもう、イライラした時はもう、最近ちょっと切羽詰まってます。えど,どういうことイライラしてる時は切羽詰まってるっていうことイライラしてる時、<ん>イライラすること多いんですけれども、うん、子供が今中3になると、うん、あと3年でしょうん。うもうないやん。一緒にいられる日、うん、もうないやんだから怒ってる暇ないってことやね。 怒ってる暇ないです。<laughs> そういう意味で切羽詰まってます。<laughs> 怒る時間がよりもじゃあもっと、もっとえ時間にした方がいいやんって思うんです。うん、なかなか治りませんけどね。まあこれはね。はい。うん、だから、その日その日を、一年一年、一日一日を大切に。うん もう育ってしまって、一緒に生活してなかったら、あの時が懐かしいと思います。ああ、まあ確かに。この今の3歳から9歳までのお子さん、今、私たちももうないでしょ、その時代。ないね、1歳。実歳だ、もう。そう、一桁の子供いないんですよ、もう。ちょっと寂しいですもん。ああ、もうその時点でね。そう、昔の映像とか写真とか見たら、ああ、懐かしいな、ちょっとこの頃のこの無邪気な笑顔もええなん。と思いますよね。思う ほんま <laughs> い,やいや、思うよ、ちゃんと。あ<ー>ちゃんとってったら変だけど。うもう思,う思う、思う、思う。で、そういう気持ち。あ<ー>そういう気持ちになると、夏休みも毎日、あこんなに一緒にいられる日に、日が貴重、尊いって思う。ああ、なるほどね。まあ、これが何時間もつかですけど。<laughs> <laughs> や、っ、ま、ぱ、あ、そうだけどね。でも、そういう考え方を、まあ、ちょっと、<う>ちょっと変えるという、ね そういったのがやっぱり大切なんかもしれないってことね。もうピーコバマさんのことが私は羨ましいです。ああ、逆に。はい。今ね、もうこうやって子供がだいぶ大きくなって、友達との時間とかも優先するようになってきたら、もう羨ましいです。ずっと家にいてね、ワイワイしているのが。っていう気持ち。ちょっと持ってみる。なるほど。どうでしょうか参考にしてみてください。以上、フラジ相談室でした。もう一回。 以上、ふふらじ相談室でした <laughs>、はい、石川家のふふらじいかがだったでしょうか、はい、番組ではあなたからのメッセージ、相談、お悩み、質問、愚痴、何でも受け付けていますインスタグラムと X はハッシュタグふふらじカタカナでふふらじ メールアドレスはふふ。bss.jpfu.bss.jp f u bs s. J p です。BSS アプリからも簡単にメッセージを送ることができます来週もふふっと笑える夫婦のラジオ夫婦ラジでつながりましょう <laughs>

BSS ラジオ毎週金曜夜9時半から布団かぶって一人でこっそり聞いてみていやどんな番組やねん